どうもみなさん、おはこんばんにちは。サムライスイマーの麻吉弘です。本日も吉弘トークに遊びに来てくださり、本当にありがとうございます。僕は水泳の指導者という仕事をしながら、競泳選手、フィンスイミング選手、YouTuber、時々、ポートレートカメラマンとして活動させていただいているものです。本日はレース前のウォームアップについて話をしていこうと思います。 先日ですね、YouTube のライブ配信をやっておりまして、その時に、プールが混んでいて泳げない時きに、まあ、選手にどういうアドバイスをしてあげたらいいか、そういうなんか引き出しなんかありますかっていう話をね、あのー、質問されましてで、そこに対して話した内容っていうのはですね、まあ、できるだけたくさんの方にシェアをしておいた方がいいのかなと思いましたので、まあ、その件について話していこうと思います。 まあ、結論といたしましては、日頃のレースからできるだけいろんなパターンを試しておいて、結局自分自身のプレイヤーですね、プレイヤー自身の中に引き出しを増やすような取り組みっていうのをやってってあげることが僕は大事なんじゃないかなっていうふうに思います。で、理由ね、これから説明していくんですけど、まず僕のウォーミングアップの経緯といたしましては、高校2年生になるくらいまで、 コーチから朝メニューを渡されてましたあの。ウォーミングアップはこういう感じでやりなさいっていう。で、高校2年生の夏から急にもうお前いい年なんだから自分で考えてやれって言われて急に何もない状態でウォーミングアップするっていうそういう状況になりました。で、大学はもちろん、まあ、自分で考えてウォーミングアップをするっていう流れでしたので まあ指示してもらうっていうのと、あと自分で考えてやるっていうのの、そこの間の乗り継ぎ期間みたいなのが、いきなりなんかゼ1 0 0で切り替わったみたいな感じだったんですよね。なので最初ものすごく戸惑いましたし、そうそう。もう全然何やったらいいのかよくわかんないから、まあ今までメニューとしてもらってきたものっていうのを、まあ、自分的に解釈してアレンジしてやるみたいなことをやってました。で練習メニューもらってたときは、 ウォーミングアップのメニューだけで2000メーターぐらいあったりとか、多い時3000メーターとかあったので、結構ウォーミングアップたくさん泳いでからレースに出るみたいなことが多かったです。で、復帰してからはですね、まあ、もちろんそうやってやっていた経緯がありますから、ウォーミングアップのメニューっていうのは割と長めだったんですけど、ある時自分より競技成績の高い、まあ、後輩の 友達,と友達っていうかスイミングクラブでずっと一緒に練習してたからまあ後輩っていうより友達っていう方が表現は正しいかなって思うんですけどまあその人に「それ泳ぎすぎじゃない?」って言われたことがあって「私10分とか15分ぐらいしか泳がないよ」って言われましてあ「あそっか」って思ってで自分より結果を出していた選手がねまあそうやって言うんだったらまあちょっとそれ試してみようかなっていうことでまあぶっつけ本番で。 結果を出したい大事なレースのぶっつけ本番でそれをやって、200メートルの個人メドレーで障害ベストを更新できたっていう流れがあります。なので、まあ、僕の中では、ウ、ま、ォ、あ、ーミングアップ、プールの中に入ってやることっていうのは基本的にはそんなにたくさんなくて、まあも陸上でもうある程度準備が終わってて、プールの中に入ってやるのは本当に動きの確認だけ、動きとか体の反応の確認だけで足りないなって思ったら、 そこに刺激を入れるようなことを、まあ、ちょっと足していくみたいな形でですね。僕の現在のウォームアップのメニューっていうのは、何メートルのレースを出るにしても、大体いい400メートルから800メートルの間で終わることがほとんどです。で、えー、なんでこの話をしてるかっていうと、結局いろんなパターンを試してみないと、どういう、このパターンの時はこういうパターンみたいなのが自分の中ではよくわからない。 ですよね。で、なのでパターンが一つしかないと、例えばウォームアップのプールがめちゃめちゃ混雑していて、泳げる状況にない時に、いつもめちゃめちゃたくさん泳ぐウォームアップばっかりやっていると、もう心がそわそわしちゃうわけですよね。どうしようって、全然泳げなかった。きっと全然体動かないに違いないっていう先入観 まあ実際に泳いでみて体が動かないみたいなこともね、あるかもしれないですけれども。なのでそういう時に選手自身にしっかりといろんなパターンの引き出しがあるっていう状況を作ってあげるっていうことが、指導者側としてはやってあげる動線としてはいいんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。で、例えば、ジュニアオリンピックの本番の時にいきなりその、 違うパターンを試させるとか、その全国大会の時にいきなり違うパターンを試させるとか、日本選手権の時にいきなり違うパターンやるとかっていうのは、まあ、なかなか選手もね、プレイヤー側も乗り気じゃないと思うので、 例えば、ジュニアオリンピックの制限タイムを早めの段階で突破できているのであれば、そこの間の期間のレースの間に、こう必ずしも毎回ね、いいタイム出せるに越したことはないですけど、必ずしも毎回いいタイム出さなくてもいいわけじゃないですか。なので、早めに制限タイムを突破できている時っていうのは、自分の中でいろいろ試すことができる期間になるわけですよね。なので、 陸上で体を温めるような、なんか陸トレを中心にウォームアップを組み立てて、最後にちょっと入って泳いでみるパターンとか、そんなにほ,ほぼほとんど何もせずにレースを泳いでみる。 とか、本当にやりたいようにやらせてみるとか、なんかそういういろんなパターンを試す期間っていうのが制限タイムを早く突破できている時っていうのは、そういう時間をしっかりと確保することができるので、まあそこで、毎回毎回プレイヤー側とその指導者側が、ちゃんとこうすり合わせとかディスカッションとかをしていきながら、いろんな引き出しをそのプレイヤー自身に作っていってあげるっていうのが、まあ優しいというか、まあ親切っていうか、そういう感じはしますね。はい。 で、まあ、やっぱり最初のうちっていうのは今までやってきたこと今までやってきたことの中でやっぱりこう組み立てようとするのでやっぱり人間ねこの未知のものにいきなり踏み出していくのはちょっと不安だったりとかするのでなんかそういうところのこうアドバイスとして例えばじゃあこういう感じでやってみたらどうとかあのー、リクトレのなんか簡単なメニューみたいなのを一緒に考えてあげる。 とかあの練習の、その練習っていうか、ウォームアップのメニュー自体も、なんかいつもは全部で40分ぐらい泳いでるのを、その20分ぐらいで済ますためには、なんかどういったことをやったら20分でウォームアップが完了し,しそうなのかっていうのを、まあちょっとこうコミュニケーション取ってみるとかね。だからそうすると選手の中からアイディアとして、なんかこういうことやってみたらどうだろうみたいなのが出てくると思うので、まあそれに対して、 ちゃんと送り出してあげるそしてやっぱり チャレンジをしてもらうときに最も大切だと僕が思うことは、やっぱセーフティーネットだと思うんですよね。失敗しても怒られないという <laughs>、そのセーフティーネットが最も大事だと僕自身は考えているんで、新しい取り組み、今までやったことのないような取り組みをやろうとする選手に対して、まあ、そのトライしたことに対してまずちゃんと認め、認めるということと、あと、まあ、改善点などがね、あるときっていうのは、まあやっぱり やっぱり意見を話してすり合わせをしていくっていうのが大切かなって思いますなのでその任せて結果が悪かったのに叱られたらもう自分から 何か自発的にやろうっていう気分にならないじゃないですか。僕たち大人だってそうだから、だから子供もきっとそうだと思うんですよね。なので、まずは、まあ、ガイドラインとして、まあこういう感じでやってみたらどうみたいなアドバイスを投げてみながらも、まあ選手に任せてみるっていう期間を本番のレースまでの間に、こう何個か何回か。 試す機会みたいなのを、まあ、設けてあげると本番の,そのアクシデントとかに対応できるようになるかなっていうふうに思います。まあ、レースで泳げない。レース会場でウォームアッププールが混みすぎていて全然泳げないっていうことは日本国内でもよくありますしフィンスイミングの世界選手権とかだとそもそも世界選手権のはずなのにサブプールがないみたいなことあるんですよ <laughs>。サブプールがないから朝の レース始まる前のウォームアップで、プールで泳ぐ時間、それも一応この国は何時から何時みたいなのが決められていて、これがこう日によってグループが2つに分かれててこう前後にさせられるみたいなね。なので、後半グループだけど朝一のレースみたいなこともあるし、前半グループだけど、 午前の競技の予選競技のすごい遅い時間にレースがあるみたいなことも、まあよくあるので、まあそういった時にこう、いろんなパターンで自分のコンディションをベストに持っていけるような、その引き出しっていうのを自分自身が持ってないと、その現場に出くわした時にもうパニックになってしまうわけですよね。そう。なので、まあ、フィンスイミングの場合っていうのは、まあ競泳よりもちょっと環境が過酷と言いますか、はい、そういう部分があるので、まあそういう対応力は、 フィンスイミングの国際大会に出るようになってからなおのことを磨かれた感じは僕の中ではありますね。はい。なのでアイディアとして自分自身が持ってるっていうことも大切ですけど、まあ、やっぱり自分が体験したり経験したことっていうものやことの方が、まあ、強く自分の中に残りますし、しっかりと活かせると思いますんで、まあ、そういったことをなんとなく頭の中に入れながら指導者側は、その、猶予があるのであればね、本番までに余裕があるのであれば、ちょっとチャレンジして、 チャレンジしてもらえるような、あの、課題というか、そういったものを提供してあげられるといいんじゃないかなというふうに思いました。 はいで。これは、あの、選手側の、プレイヤー側の人たちも、なんかそういう意識っていうのは持っといた方がいいかなっていうふうに思います。いつもこのパターンでうまくいくから、ずっとそのパターンでいけないことの方がやっぱり多いので、こう、いろんなルートを自分の中で持ってた方が、まあ結局自分自身が得するんで、その目先でいいタイム出すっていうのはまあもちろん大事なことなんですけど、ここ一番本当に大事なレースの時のアクシデントに見舞われた時に冷静に対応できるようにする。 ためにいろんな引き出しを自分の中で持っておくように、こう自分でこうちょっと考えて行動して経験してみるということは、あのプレイヤーの皆さんにも価値観としては持っておいた方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思っております。はい、今日のお話はここまでになります。最後まで聞いてくださった方本当にありがとうございました。また次のエピソードでお会いいたしましょう。では失礼つかまつります。ごめん。